ヘルベルト・フリードリ・ヒビル・ヘルム・バッケは、ドイツの政治家。ヒトラー内閣の食糧省を務めた。新英隊の将軍でもあり、最終階級は、新英隊大将。1942年のバッケ。左は、ロベルト・ライン。中央は、アルベルト・シュペア。当時、ロシア帝国領であった、グルジアのバ・トミニ、ドイツ人実業家、アルブレヒト・バッケの次男として生まれた。 五人兄弟で兄がカズと姉妹が三人いた。父アルブレヒトは1907年に自殺している。1902年から1905年にかけて、チフリスにあったドイツ人の福音教会学校に入学し、さらに1905年から1914年にかけては、ロシア人の学校で学んでいたが、1914年に第一次世界大戦が始まり、ドイツ帝国と ロシア帝国が開戦すると、敵性住民のプロイセン住民として、捕虜収容所に入れられた。ロシア革命で、ロシアの帝政が崩壊した後、ウラジーミル・レーニンの率いる、ボルシェビキ政府は1918年3月に、ドイツとブレストリトフスク条約を結んで、ロシアを戦争から離脱させた。そのためプロイセン住民は、敵性住民から解除されて、 バッケも1918年4月には釈放された。ロシア革命の混乱から逃れるため、1918年6月には、サンクトペテルブルクのスウェーデン籍十字社の助けを借りて、その国ドイツへ帰国し、ドイツ軍に志願兵として入隊したが、前線には出なかった。戦後の1919 19年にアビトゥーアに合格して、1920年から1923年まで、 ゲッティンゲン大学で農業を学んだ。その後1924年から1927年にかけてハノーファーの高科単科大学で地理学を学んだ。大学を卒業した後、ポメラニアの農場の管理人として働き、さらに1928年からはハノーファーで土地を借りて農場を営む小作農となった。1928年10月26日に、 ウルスラ・カールと結婚した。彼女との間に三人の息子と一人の娘を儲けた。大学在学中の1922年冬から1923年8月にかけて国家社会主義ドイツ労働者等の組織突撃隊に入隊してその活動に参加していた。高価単価大学在学中の1925年12月1日に NSTP に入党している。 1926年11月24日に一度離島したが、農場を運営していた1930年頃に、再び NSTP の活動に接触するようになり、1931年10月1日に再入島している。入島後、バッケは経歴を生かし党の農民の指導者として、当格を表した。党が政権を取った後の1933年10月27日から、 リヒャルト・バルターダレ食糧賞の下で食糧省時間の職に任じられた。しかし彼はテクノクラートであり、誰の提唱する知とイデオロギーを滋賀にもかけていなかった。1933年10月1日に新衛隊に調査階級で迎えられた。隊内では新衛隊人種及び移住本部に配属されている。バッケは 食料独裁者とも評されるほどの権力を持っており、食料政策を一手に担っていた。1941年にはドイツに食料を不足の危機があるとアドルフ・ヒトラー総統に進言し、5月には4カ年計画長とともに報告書を提出した。その中には戦争遂行のためにはソビート連邦の占領域において食料を収奪する必要があり、結果的に 数百万人のスラブ人が餓死するであろうという見積もりであった。このバッケの計画は飢餓計画と評されている。ドイツの食料確保が最優先であり、スラブ人の餓死は考慮の対象外であるという考えは、ヘルマン・ゲーリングやハインリヒ・ヒムラーといったナチ公館も同認識であった百四十二年に誰が病気療養のため食料省を休職させられるとバッケが変わって、 食糧省職務代理に就任し、1944年4月1日には正式に食糧省に就任した。ヒトラー自殺後のカール・デーニッツ大統領のフレンスブルク政府でも食糧省に留任したが、間もなくバッケを含むデーニッツ政権の面々は連合軍により逮捕された。その後バッケはニュルンベルク継続裁判にかけられることとなった。しかし、 バッケは1947年4月6日に、収監されていたニュルンベルクリュー地上において、首を吊って自殺した。身長は175センチだった。信仰はもともとプロテスタントだったが、1942年に、新英隊の方針に従って、キリスト教会を離れた。ABCD ミラー2006、P50。ABCD タニタカシオット2007、PP。 677AB ミラー 2006P51ABCD ミラー 2006P56 谷隆夫 2007PP677 から678ありがとうございます。